もはや中国経済の崩壊は止められなさそうです。お疲れ様です。パーソナリティのマヤです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、中国株が奈落の底へ、過去最多の46社が上場廃止に、をお送りします。中国株の下落が止まらない。中国経済は非常に厳しい状況に陥っています。中国ではゼロコロナ政策や不動産危機などの影響で株価が大幅に下落しました。一方で日本では景気回復が進み、金融緩和や企業改革などの好材料で株価が上昇しました。中国株は大苦戦し、逆に日本株は絶好調だったのです。2023年の始まりから年末までに中国の株式市場は大きく下落しました。上海総合指数という中国本土の株価を表す指標は年初から 6% も下がりました。香港ハンセン指数という香港の株価を表す指標では 19% も下がったのです。日本は日経平均が 28% 上昇したことと対照的です。しかも中国では株価が下落するだけでなく、上場廃止された企業も過去最高の43社に達しました。これは中国経済が不振に陥っていることを明らかにしています。ではどのような要因が中国の株式市場を苦しめているのでしょうか。そして今後中国経済はどのようになりそうなのでしょうか。中国株が崩壊した理由、まず中国株式市場に悪影響を与えた要因としてコロナウイルスの流行が挙げられます。中国政府は感染拡大を防ぐためにゼロコロナ政策と呼ばれる厳格な対策を取りました。これは感染者が発生した地域や施設を封鎖し、移動や活動を制限するというものです。この政策は感染者数を抑える効果がありましたが、経済活動や消費者心理にも大きな打撃を与えました。人々は外出や旅行を控え、店舗やレストランは閉鎖や営業時間短縮を余儀なくされました。また国際的な交流や物流も困難になりました。これらの影響は特に消費者関連やサービス関連の企業に悪影響を及ぼしました。次に中国株式市場に影響を与えた要因として不動産セクターの危機が挙げられます。不動産セクターは中国経済の3割を占める重要な産業です。不動産開発や建設は多くの雇用や投資を生み出し、住宅購入は家計の財産形成や消費拡大につながります。しかし2022年から2023年にかけて不動産セクターは深刻な問題に直面しました。そのきっかけは中国最大級の不動産デベロッパーである恒大集団が債務不履行、デフォルトの危機に陥ったことです。恒大集団は過剰な借金と低迷する販売により巨額の債務返済に苦しみました。このニュースは不動産市場全体にパニックを引き起こしました。これにより不動産バブルが崩壊し、マンション価格は止めどなく下がり、買い手もいなくなりました。そのため不動産開発会社は多額の借金を抱え、返済が困難になっています。多くの不動産デベロッパーは資金繰りが悪化し、新規プロジェクトの開発や完成工事が停滞しました。また不動産関連の金融機関や資材メーカーなども深刻なダメージを受けました。中国政府は不動産セクターの安定化のために金利の引き下げや規制の緩和などの支援策を打ち出しましたが、効果は限定的です。不動産セクターの危機は中国経済全体に悪影響を与え続けています。外国人の投資も激減。さらに中国株式市場に影響を与えた要因として、政府による無謀な規制強化が挙げられます。中国政府は経済や社会の安定と発展を目指して、様々な分野に対して規制を強化しました。例えばインターネットプラットフォームやフィンテックなどの新興業界に対しては、独占的な取引や個人情報の保護などに関する規制を強化しました。ゲームや教育などの文化教育分野に対しては、未成年の利用時間やコンテンツの内容などに関する規制を強化したのです。これらの規制強化は企業の収益や成長性に影響を与えるとともに、投資家の不安や不信感を高めました。また中国株式市場に影響を与えた要因として、米国との関係悪化が挙げられます。米国と中国は貿易や技術、人権や台湾などの問題で対立しています。そのため米国は中国からの輸入品に高い関税をかけており、中国はこれに対して報復措置を取っています。このような貿易戦争とも呼ばれる状況のため、中国の輸出は減少傾向にあります。
輸出が減ると中国の企業や工場は売上が大きく減ってしまいます。売上が減ると中国国内で物やサービスを買う人が少なくなります。物やサービスを買う人が少なくなると中国の企業や店舗も売上が少なくなります。このため中国経済の成長は鈍化し続け、株式市場も下落しているのです。この対立は両国間の経済や政治的な緊張を高めるとともに、世界経済や地域安全保障にも影響を与えています。米国は中国企業に対する制裁や制限を強化しました。例えば米国証券取引委員会は、米国で上場している中国企業に対して会計監査法人の検査を受けることを義務付けました。これにより多くの中国企業が上場廃止の危機に直面しました。また米国政府は中国企業が米国で新規上場することを難しくしました。これらの措置は中国企業の資金調達能力や信用力に影響を与えるとともに、外国人投資家の中国株からの撤退を促しました。この影響は凄まじく、その後中国からの資金の流出が止まりません。これは外国人が中国の株式や債券といった金融商品に投資したお金が減っているということを意味します。中国国家外国為替管理局が発表したデータによると、2023年1月から10月までの間に外国人が中国の株式や債券に投資したお金は約1兆元、約19兆円減りました。これは2001年に中国が世界貿易機関 WTO に加盟して以来最も大きな減少です。ウォール街のプライベートエクティファンドという大きなお金を動かす投資会社が中国に投資するお金も例年の 5% まで激減しました。外国人投資家は中国市場から撤退するか、あるいは投資を控える傾向にあります。焦った中国政府は外国人投資家を呼び戻すために債券市場の開放を進めたり、ゼロコロナ政策を緩和したりするなどの対策を打ち出しています。債券市場の開放とは、外国人が中国で発行された債券という金融商品を買ったり売ったりしやすくすることです。しかしこれらの努力が十分な効果を発揮するかどうかはまだ不透明です。今後も中国市場からの資金流出は続く可能性が高いのです。日本は絶好調。一方、日本の上場企業は配当だけでなく純利益も過去最高を更新するとみられています。日本の株式市場は年末にかけても好調を維持しています。日本経済新聞が12月27日に報じたところによると、2024年3月期決算の上場企業約2350社が株主に支払う配当額が12月中旬時点で15兆7000億円に達する見込みです。これは9月末時点の予想よりも4000億円増えたことになります。配当額が増えた理由は、商品の値上げや生産能力の回復などで業績が改善した食品や自動車などの企業が大きく増加したからです。またコロナ騒動が終わり、需要が高まった鉄道などの企業も配当を上方修正しました。この配当額は過去最高を更新する見通しで、家計にも約3兆円が回ると予想されています。上場企業の株式の約 20% は個人が保有しているからです。企業が好成績で株主に利益を還元すれば、 NISA を活用した個人投資が増える可能性があります。 NISA とは、投資額100万円を上限に株式などリスク資産に対する売却差益と配当収益などを最長5年間非課税とする制度です。NISA を使って株式投資をする人が増えれば、配当に還元された利益が再び証券市場に再投資されて株価が上昇するという好循環が形成される可能性が高いわけです。日本の上場企業は配当だけでなく純利益も過去最高を更新するとみられています。ヤフーファイナンスによると、2024年3月期決算の上場企業約3800社の純利益は33兆5000億円に達する見込みです。これは前期比で約 30% 増加し、前回最高だった2018年3月期決算26兆5000億円を大きく上回ります。純利益が増えた理由は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で減少した需要が回復したことや、デジタル化や環境対応などで投資需要が高まったことなどです。日本が上昇し、中国は下落していく。このように日本の株式市場は、企業の業績が好調で株主に利益を循環することで、さらに個人投資家の活性化や株価上昇につながる可能性があります。
そうした中で警戒が必要なのは中国による経済的威圧です。中国の経済的威圧には貿易制限や投資制限、観光制限、不買、ボイコットなどの経済的措置に加え、政府による脅迫や公用渡航の制限、恣意的な拘束、懲罰といった非経済的措置も含まれます。最近の中国による経済的威圧行為は、国際基準よりも厳格な安全基準をクリアしている処理水放出に対し、日本産水産物の輸入を全面的に停止した措置が代表例です。この措置は WTO 協定に違反する違法で不当な経済的威圧です。また中国は2023年7月3日にガリウムとゲルマニウムの輸出規制を発表し、8月から規制を開始しました。ガリウムとゲルマニウムは半導体、LED、太陽電池などの電子部品製造に欠かせない重要鉱物です。さらに12月には EV などのバッテリー製造に必要な黒鉛も規制しました。この規制は日本や米国による中国への半導体輸出制限に対する報復措置と考えられています。経済の低迷により国内の不満が高まっているため、中国政府は国民の目を外に向けさせようと考え、さらに激しい威圧を日本に加えてくる可能性があります。日本は一歩も引かず、同盟国との連携を強め、国際社会に中国の卑劣な行為を明らかにしていくべきですね。今のままいけば日本はどんどん上昇していき、中国は崩壊に向けて下落していくことになりそうです。あなたはこうした中国経済がますます悪化していることについてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。